8月のゴールデン、もしかしたら苦悩がやってくるかもしれませんよ。ぜひ皆さんお待ちください。そしてそのすぐ横に、このオランダのバンデットを開いているブース、そちらには、ステージの方ございます。鈴鹿駅伝の手ぬぐいが用意しております。このテレビも今日は屋外をしていますので、ぜひご覧ください。その手ぬぐいが、ロゴアンドのボトルで生かされるんです。はい。次は次の曲で参りましょう。アクロスカブリティ。アクロスですね。はい。お子さんの首にかけた手ぬぐいが重要なボトルなんです。踊りにくいと思います。手ぬぐいも、お子さん、ぜひ覚えていってください。それでは参りましょう。お子さん節、お子さん節、左回りでお願いいたします。お子さん節、お子さん節の